前より強くなったのか？調査隊の将、あ、手持ちが増えてる。どうもこんにちは、クロネタです。ポケモンレジェンズアルセウス続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回は無事にというか、あの方法で合っていたんかな。まあ、とりあえずバサギリの怒りを鎮めることに成功したんで、今回はこれだね。ひなつの悩み、ひなつと一緒に電北団長のところへ行くというのが次の任務みたいです。一緒に行くというか、先行っちゃったけどな。まあ追っかけましょうか。あ、で、村の中に気になる人とかね、結構あるんだけど、まあそれは後々確認しましょうかね。入ります。で、上か。あー、そうだな、お金は持ってるんだよな。結構ね、すぐにアイテムパンパンになっちゃうから、あと2つぐらい増やしとく？まだ500とか600ぐらいだよね。教えて。あ、400か。あ、じゃあいいですよ。お願いします。で、次が多分500だよね。ですね。まあ、100円ずつだからまだお安いなのか？お安いと思えんのかな？最終的にさ、1万とか10万要求してきそうで怖いんだよね。まあ、とりあえずこの辺にしときましょうか。命を拾うかもしれないでうるさいわ。うまいこと言ってんじゃねえ。前回も言ってたかな。うむ、ガチグマ？え？ガチグマってなんだ？聞いたことねえぞ、シンポケ？キングではないポケモンまで荒ぶるというのか。ええー。関や海から報告はないが、放っておけぬな。それにしても、ひなつ殿、ガチグマが暴れている件、よくぞ知らせてくれましたな。うちのリーダーも時間がないって忙しそうだし、ガチグマのキャプテンにも、あしらわれちゃって。ほう。銀河団しか頼れないんだ。真珠団の優雅王殿、数えるキャプテンのうちで一番顔面、いや固有古式か、古式ゆかしい女性だからな。まあ一番年上ってことか、おばあちゃんかな。任務だ、クロネタ。グレンの湿地、新しい場所か。ガチグマを調査。ガチグマってなんだろうな。クマ、神王にいたクマ、リングマ？あ、リングマの進化系とかぽいなぁ。場合によっては部位を示せ。マジか。絶対凶暴じゃん。次なる調査対象のエリアはグレンの湿地。黒曜の原野よりも強力なポケモンが生息しており、だろうね。移動ルートも険しい谷間や崖のある海岸沿いなど厳しい。君のランクであればグレンの湿地も調査できる。本当に？任務について情報を提供する。グレンの湿地にある、あ、隋の遺跡か。ガチグマのキャプテンはそこにいる。オッケー。君ならできると言われたがな。まだまだレベル低いんですよね。極円が19。20はないときついよな。まあ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 。確認しましょうかね。ウォロさん。あ、ウォロじゃねえ。ツイリー誰だ？翡翠地方では珍しいものが揃ってるよ。一応紹介では雑貨屋とは違う道具を買うことができます。どれどれ？あー、木の実とかか。これは？ペキクラゲ。耐久力が増すキノコ。ほう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 。ちょっと高くない？まあ、オレンとかクラボは持ってるけどな。まあ、とりあえずはいいか。で、あなたよ。
銀杏さん。どうも、目玉商品入荷してますけど。デンジのご先祖様だね。磯やかスプレーセット。2000、たっけえな、おい。中身は買ってからのお楽しみどうしますか？中身わかんないのか。2000円。いやーでも気になるなー。磯やかスプレーセット。名前からすると、ポケモンに気づかれにくいとか、そういう感じだよね。あった方がいい気はするなー。6860。買いますか。では商品をどうぞ。そやかスプレーを、5個手に入れた。少しの間自分の足音がしなくなって、野生のポケモンに気づかれにくくなる。いいね。これは買いですよね。次の商品の入荷までお楽しみに。はい、ありがとう。2000を高いと感じるかどうかだけどね。でだ、いろいろとサブ任務が出ているんで話だけ聞いておこうかな。射的？射的に興味ない。ボールを投げて風船を割る簡単楽しい遊びなんだ。景品もある。やってく？1万点以上出せたら特別な景品もつけちゃう。1万？射的がしたくなったら声をかけてくれ。なるほど。向こうにいるって言ってたっけ？あれじゃねえな。訓練場？向こうかな？これじゃねえな。っていうことは、外の方、これとかか？これだ、遠くね。一応飛べるんだな。まあ、行くかどうかは、おいおいとして。君だ。いなさ。あんた調査隊か、ちょうどいいところに来てくれた。畑を広げたいのだが、地面が硬くてな、耕す手伝いが欲しいんだ。みんなも喜ぶ。つまり、一蓮托生。地面タイプのポケモンがいたら貸してくれ。なるほど。畑を耕す相棒を。地面タイプか。いたような。いたわ。石つぶてだけか。まあ、貸しましょうか。なんなら一番レベルの高い、この子を貸しますよ。本当に渡しますか？はい。あんたのポケモンのおかげで新しい畑を増やせるぜ。これで収穫が増えるとか、かな。できたぞ。二つになったのか。あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだ。でもお金は取るんでしょ？まだ手伝うのかい？いいよ。交換したいときは声をかけてくれ。はい。まあ、石つぶて戦闘には出せてないし、育成もしてないし、まあ、戦いだけがポケモンじゃないからね。ここで頑張ってもらうってのも一個の手か。オッケー。1000円で前回は、いろいろともらったんだよね。ただまあ、普通に探索して回収した方がいいような気もすんだよな。しのさん。薬の材料探してきてくれない？いいよ。めまいがするほど苦い三つ葉の植物。どこに生えているか知らなくて。医療隊のタミさんから聞いてね。ほう。そういえばキノコをまだ見つけてないんだよな。どうしよっかな。こういう探す系は動画外でやっちゃってもいいのかな。前に村に侵入したビッパを探すやつも結構時間かかったんだよね。報酬もそんなにいいものではなかったしな。獅子王くん、立派な銀河大になるには何が大事かわかるか。なんだろう。ポケモンを怖がらない気持ち？
勇気知識。これだったらどっちも必要だが、まずは勇気かな。違うのか。それも大事だけど。あ、相棒ね。相棒のポケモン、ポケモンの力を借りれば100人力さ。いつの日かポケモンを捕まえるためボールを投げる練習をしてるぜ。でも本物を使った方がいいだろ。ボール持っているのよ、いるような5個でいいから俺にも分けてくれ。銀河団に憧れて。5個か。まあ、いいのかな。ちょっと生意気な子供だが。まあ、将来ね、優秀な銀河団になるかもしんないし。あげとくか。5個分けてよ。いいよ。大事に使えよ。やった、これで相棒ができるぞ。お、頑張りの砂。詳しいことはペリーラさんに聞いてくれ。あ、せい。モンスターボールでいっぱい投げる練習するから。俺の相棒に向いているポケモン調べておいてくれよな。自分で調べろ。なんだこいつは。あげたの失敗かな。で、お次は君ですね。ネギシさん。は、君は。ポケモンと仲良しだったおばあちゃんの面影を、君から感じる、きっと。ポケモンと仲良くなる才能がある。君が連れているポケモンがどれほど君と仲良しか見たい。見せてくれと。仲の良さを見せてくれ。いいですよ。じゃあ俺の相棒、極炎とかどうかな。このことは、ね、それなりに仲はいいと思うよ。どうだい？お、釣られて笑顔になってはとてもいい仲のようだ。でしょうね。いや、そらそうよ。相棒ですよ。おばあちゃんも君たちのようにポケモンと心通わせていた。僕はそばで見ていたから人とポケモンの相性がわかるんだよ。これからもポケモン見せてほしい。あ、いいよ。どれほどのものか教えるからさ。はい。達成です。不思議な飴ゲット。あとは、あ、この人か。で、向こうもか。結構あるね。玉木さん。私見ちゃった、見ちゃったの。何を？赤い火の玉。夜に風抜け道を通っていたらヒュードロロって。あ、また言ってる。信じたらダメだよ。お姉ちゃんはいつもこの調子なんだ。ホラ吹きってこと？夜赤い火の玉を見たんだってば。それって前回俺が集めたミカルゲの灯火ではなく、本当なら俺にも見せてよ。じゃあね。冷たいな。本当に見たのにどうして信じてくれないの？どこで見たんだ？風抜けっつってたっけ？赤い火の玉なんて簡単に取れるよね？赤い火の玉取ってきてちょうだい。なんだそりゃ。赤い火の玉の謎。風抜け道ってどこだ？まあ夜の間にしかできないやつか。で、この人か。タオファさん。新商品が入荷したら嬉しいだろ。まあ、そりゃね。そうだろう、そうだろう。タオファさんが店に新商品を卸ろしてくれない。何言っても効果なくてさ、君に仲介してもらいたいんだ。はぁ、あ。生き生き稲穂を3つほど手土産にすれば大丈夫。頼まれてよ。新商品を仕入れたい。俺が集めんのか。稲穂？これは次行く新しい土地で取れんのかな。あ、翔ちゃんいるね。そうだな。まあ、サブ任務を進めてもいいけど、新しい場所も気になるしな。とりあえず向かうか。翔ちゃん。
あら、黒ネタ。いいとこで会いました。お、これは勝負との天の声です。やるの？いい勝負をしてピカチュウと仲良くなれます。前より強くなったのか？調査隊の将。あ、手持ちが増えてる。マネネか。行け、極限。さあ、どうしようかね。勝負。あ、レベル高っ。19か。そうだな。なら、あ、これまずいな。通常の火の粉で様子見しようか。あ、強いね。催眠術。あぶね。あ、でもさ、前回催眠術使ったけど、眠らなかったんだよね。まあ、なんか仕様が変わったんだろうけど。じゃあね、もう一回火の粉。オッケー。まあ、ざっとこんなもんよ。で、お次はピカチュウと。レベル20。あー、早いな。あ、痛いな。あ、待って。連続攻撃をするな。あ、くそ、まひったか。これは耐えられないか。だったらポケモン変えますかね。そうだな、電気でしょ。わ、このパーティー電気にも弱いな。まずい。こっちも眠らせる？催眠術。あ、これ、あ、技見れるか。相手を眠気状態にする。眠気状態。あー、もしかしたら数ターン経ったら寝るとか、そういうもんなのかな。じゃあ弱体化したのか。じゃあ良くないね。なら電気には電気を。なるかみかな。いってらっしゃい。レベルはちょっと低いけど、頼むぞ。電光石火。オッケー。あー、変わらないか。あ、これも変わらない。だったら力技の噛みつくでいってみようかね。ひるむ効果はないのか。まあしょうがねえ。噛みつく。力技。おら。あ、強い。電光石火。まあそんなもんよね。あ、ここで力技。それはうまい。まずい。いやそれはうまいな。ただ結構体力は減らしてくれたよ。そうだなぁ。アゲハント出してみようか。行け、アゲハント。先手は取ってるから、このままエアカッターの力技。あ、でも倒せないかな。毒針40なぁ。まあ、40でもいけるか。では、毒針力技。行け！ほら！オッケー！ナイスー！決着！いや、強いわ。ポケモンが技を出し、ん？技を出す仕草、つい観察しちゃいますね。経験値ゲットー！お、技を覚えたね。あ、ピカチュウに私怒られるかも。いや、でも、前回より強くなってるよ。まあ、レベルも高くなってるけど、力技使ってたもんね。あれってある程度ポケモンとの絆がないとダメなんじゃないのかい？あ、俺のレシピ。あ、さっき買ったんですけど。ええー、もらっちゃったな。ポフの実と虫よけそう3つか。
あの私は時空の歪みの調査です。時空の歪み？最近あちこちで発生するようです。歪みの内部は素敵な道具と強いポケモンでいっぱいの空間で、入るなら気をつけないと。では湿地ベースに向かいましょう。はい。でだ。新しい技ね。極炎は？お！火炎車いいね。だったら、まあ、火の粉と交換かな？決定！ここか、グレンの湿地。移動します。翔ちゃんの手持ちがレベル20ってことは、まあ、それなりに強い野生のポケモンがいるってことよな。グレンの湿地。あんまり無茶はできねえか？毒を使うポケモンなどがいる。マジで？あなたの任務は聞いています。隋の遺跡はあちらですね。どっち？ん？あー、そこか。ならそんなに遠くはないか。時空の歪みですが、いつどこで発生するのか謎ですので、とりあえず湿地で探してみます。地図を見てわかるといいのですが。時空の歪み。まあ、危険な思いはするけど、珍しいポケモンや道具に出会えるかもしれないということだね。今の俺は入っちゃダメだろうな。うん。ポケモンが強いと感じたら、訓練場でペリーラさんから、そういう技を伝授してもらうといいですよ。はい。まあ、物は試しだな。毒技を使うと。あ、いるな。あれは？あ、スボミー。あ、確かに毒だね。でもさ、毒ってことはさ、ゴースいる？夜になったら、出てくるとか？可能性はあるよな。ゴースは欲しいよ。ナイス。まあそうね。ポケモン捕まえながらレベルも上げつつ、まったり向かってもいいよね。てかこれ稲穂だな。さっきのアイテム取れそうだね。よっ。あ、横にもいた。オッケー、スボミーゲット、レベル17か。ほい。まあ、17だったらまだいけるな。オッケー。あ、こいつ20か。なるほど。20もいるのか。まあ、スボミーだったら極炎でいけるけど。あー、普通のパラセクト。あ、これは？玉玄米。普通のパラセクトだったら、いけるかねえ。ほっ！背面。背面は取ったが、お、来たー！レベル 26！ バカだろ！ 26？なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。やばいですね。そうなぁ。とりあえず、極炎のレベルを上げて、まあ、26、あ、あった。生き生きな方。あー、持ちきれないだと。何？あ、なんか依頼出てんな。どうした？あの優雅なポケモン。ベラさん。ぜひとも頼みたいことがある。両手に赤と青の美しい、あー、ロゼリアか。うん。金色の平野。眺めてるだけじゃもう満足できない。図鑑が完成したら見せてちょうだい。美しい花には、なんとやらと。金色っつった？
マップを確認。ここか。行くのはここだよね。あんまり端っことか行きたくないんだよな。絶対強いやついるからな。まあこれもおいおいか。ではアイテムアイテム。こんなもんかな。あとは弾とか薬がなくなったら調合して枠を作ればなんとかなるか。よし、では再び探索と行きましょうか。あ、その前に稲穂。あ、で、話の途中だったけど、とりあえず極炎のレベル上げだな。25、6。マスキッパいんのか。25、6を目安に行きたいとこだね。遠くねえか。遠いな。待った、危ない。さっき買ったアイテム。これだ、ひそやかスプレー使ってみようか。気遣いにくくなった。ま、さすがに真正面から言ったらバレるよね。あ、バレんじゃねえかよ。怪しいし。危ねえ。ダメじゃねえか。ダメじゃねえかよ。バレんじゃねえかよ。あ、でもまあ草むらの近くまで来てくれたのはありがたいけどね。これだったらヘビーボールでいけるか。待ってろよ。あー、遠くに行くんじゃない。遠くに行くんじゃない。どうだ。起きたー、マスキッパー。あ、レベル18か。なんだ。向こう側がやばいだけで、こっちはまだ大丈夫かな。お。BGM めっちゃかっこいい。あ、でもスプレーの効果終わったの。早いなー。2000円で5個でこれかー。あんまりいい買い物ではなかったかもしれない。やめて。よいしょ。向こうに行くには、あ、なんかいたな。あ、コダックか。まあいいや。あ、でもレベルも上げたいんだよな。なら、こいつは、なるかみ、いってらっしゃい。先手は取れてますね。なら、雷の牙。あ、いいね。よし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 。ナイス。あ、いい経験値。じゃあ、これは極炎に落としてもろて。ナイス。で、これか。ほっせーな。よし。一旦しゃがんで。戦ってみますか？極炎！行ってこい！オッケー！不意をついた！レベルは？ 18 か。なら、さっき覚えた新技、火炎車！あ、いいね！あ、でも耐えるか！もう一丁！火炎車！オッケー！ナイス！よし。行ってこい。ああ、バレたか。雷の牙、よし。いいよ。もう一丁、火炎車。ナイス。火炎車。お、やけどいいね。これでとどめ。オッケー。よし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 。
お、新しい技を覚えたね。いいよ。なんか壊せそうだが、これはさすがに。いけんの？マジか！ありがとう！こんなんいけんのか！ただ、この先が安全かどうかはわかんないよな。あ！岩ーク！いやー、岩タイプ、スカンプもいんのか。あ、向こうに見える鉱石！多分あれがフェザーボールに必要な鉱石だな。色からしてそうじゃない？あ、向こうにもあるな。ちなみにレベルはいくつだい？ 23 か。まだ早いな。もうちょい上げてからがいいか。さあ、暗くなってきましたが、雷の牙、ナイス。よし、じゃあこいつを竜巻で。逃げんじゃねえよ。あ、レベル7が低っ。じゃあ風起こし力技。オッケー。あ、ちょっと待って。いたけど真横はやめて、びっくりするから。あれ、おー、ちょ待て、なんだ、ヘドロ攻撃か、やめろ。じゃあ竜巻かな。バトルだ。あ、レベル17、いいね。そうだね、だったらここは怪しい風。あー、倒しちゃうの？マジか、強すぎたか。やってしまったな。あれ、出現率低いとか、そういうことあります？倒しちゃったじゃん。危ね。あー、もう、君じゃないんだよ。君に用があるわけじゃ、あ、ちょ待って、まずい。あ、あ、ちょ、嘘、えぇ、溺れたのかい？ちょ、真横にいるのは良くないね。でも、いた。どうせだったら、バレずに捕まえたいから、ちょっと怪しし様で、一旦ベースキャンプに逃げて、ここまで行けばさすがにだよね。あ？あ、ダメ？嘘、バレてんの？え、でもいないけどな。あ、消えたか。なんか画面がちょっと暗いんだけど、これは、溺れたからかなあ。あ、消えたか。そうだな、戦闘がダメなら普通にゲットをしてしまえばいいんですけど。どうだ？きたー！ゴースゲットー！いいね。なんか落としたな。カゴの実か。あ、持ちきれないだと？よし。ゴースゲットです。もうちょっと欲しいな。なんならさ、6匹欲しい。6匹揃ってるところを見たいなんていう思いがあるんですが。
狂ってるな。このゲット報告は狂ってるな。でもまあ好きだからしょうがないですよね。あ、3358、そんなくれんの、ありがとう。でポイントは、お、450、300、めっちゃ美味しいじゃん。普通に乱獲するだけでもいいのかな。じゃあ一旦村に戻ります。さあ準備は整った、行きましょうか。ほい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 、よいしょ。そして最後によいしょ。いいねいいね。あ、やっぱちゃんと大きさ違うんだな。最高だな。これをいつか6匹ゲンガーにして囲まれたい。まあ、手持ちは後々ね、また変えときますが、とりあえず今回はこの画面で終わっときましょうかね。なんか俺の性格疑われそうだな。こんなことしてて大丈夫かって思われそうだが、まあ多分ね、他のポケモントレーナーをやってますよ。推しに囲まれるっていう幸せ、うん、それが味わえるのが今作の良さでもあるしね。うん、至って平常ですよ。では今回はここまで。まあ、次回はこの続きからやっていきますんで、よかったらまた見に来てください。ちょっとうるさいな。まあ、よかったらね、チャンネル登録や高評価もお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。